今シーズンから阪神に復帰し、チームを首位へと導くため舵を切るどんでんこと岡田彰布。今回はそんな岡田の面白いエピソードを50個紹介します。父親が阪神の後援者だった影響もあり、子供の頃から生粋の阪神ファンだった岡田、阪神が負けると家全体の空気が悪くなるので毎日必死で応援していたらしい。甲子園に野球を見に行った際の定位置は残塁のベンチ上。そこを陣取る理由は、大人が飲んだ後のビールカップの底をくり抜いてメガホンにしとくの。それで長嶋さんをやじり倒すのが俺の役目やったと説明した。憧れの選手は華麗な守備で活躍した三宅秀史。キャッチボールをしたこともあり、阪神に入団した時は三宅が背負っていた背番号16を希望していた。三宅は岡田のことを子供やのに決体なことを言う子と認識していたそう。好きな球団は阪神だったが、南海ホークスの本拠地である大阪球場のすぐそばに住んでいたため、南海ホークス子供の会に入っていた岡田。しかしプロ行くなら南海はお金ないでしょう、だから阪神か阪急がええなと思ってたんですと子供ながらシビアに考えていたらしい。中学校3年生の時に中学野球大阪府大会で優勝。明星高校に進学するつもりだったが、部活動に力を入れると話していた校長が全言撤回したため、岡田はブチギレ、当時のメンバーを数名引き連れて北陽高校に進学した。高校時代1学年下に格闘王前田明がおり、お互いが一目置く存在だったそう。大学では身長190センチ超えの前田に部があったが、前田は岡田さんの気合はすごい、先輩の中でも目つきが違ったねと語っている。ちなみに岡田は前田を空手の子と認識していたらしい。岡田は子供の頃偶然見た早慶戦に憧れ、早稲田大学に進学することを希望。高校卒業前に行われた早稲田大学のセレクションで10スイングで7ホーマーを打ち込んで合格した。大学1年生からレギュラーとして試合に出場した岡田は、当時大学ナンバーワンピッチャーと言われた江川卓と対戦した時のことを、ボールうなっとったけど高めをコンと合わせてヒットを打てたと嬉しそうに振り返っていたそう。江川を打った1年生とチーム内で評価された岡田は、その後の江川の登板試合で打順を5番に上げられた。岡田は第1打席でヒットを打ち、対江川の成績が4打数4安打に。しかしこの直後の打席から江川は本気で岡田を抑えにかかり、もう本気出されたら打ちようなかったですね、そっから全然打てんようになったと当時を振り返っていた。大学時代に三冠王に輝くなど、プロ注目の打者に成長した岡田に、記者から入団したいチームはありますかと聞かれると、フロントがしっかりして優勝が狙えるチームがいいですねと21歳とは思えないようなコメントをしたらしい。1979年のドラフトで当時史上最多となる6球団から指名を受けた岡田、抽選の結果阪神が交渉権を獲得し、地元である在阪球団でのプレーがかかったことに岡田は喜びを見せていた。くじの瞬間になぜか、あ、これ阪神が引いたなと思ったそう。球団と仮契約を交わし、事実上阪神の入団が決まっていた状態で、後に盟友となる掛布雅之の結婚式に出席している岡田、ルール上本来は許されない行為だが球団の計らいで結婚式に参加。ちなみにバレてはいけないので岡田だけ控室でずっと待機していたらしい。プロ初キャンプを迎えた岡田は、阪神投手陣が投げるボールを見て、これならいけるんちゃうかとすぐに思ったらしい。だが当時監督を務めていたドン・ブレイザーは、岡田はまだ信じ、じっくり鍛えた方がいいという考えで、ファーストや外野の練習ばかりさせられていたそう。アリゾナでの春季キャンプ中、レギュラーで起用されないと思っていた岡田は終始ふてくされていたらしい。しかしある日、オープン戦でホームランでも打てばブレイザーも納得するやろと考え、長打狙いの練習ばかり繰り返していた。セカンドのレギュラー候補として獲得したヒルトンが打撃不振に陥り、掛布も怪我で一時離脱。それでもブレイザー監督は岡田を起用しなかったため、阪神ファンに車を取り囲まれ、車を蹴り上げられるなどの嫌がらせを受けたそう。球団にも連日岡田を使えとの電話が殺到したため、なぜか球団社長がブレイザー監督を2時間にわたって説得。その日以降、岡田はサードのレギュラーとして起用され、ヒルトンは打率2割以下の成績で解雇されることになった。やっと試合に出るようになった岡田は、すぐに相手チームからインコース打ちの天才として恐れられるようになったそう。極意を聞かれた岡田は、そんなファールにならんように出せばすぐ打てるやんと、後にどんでん語と呼ばれる独特の表現を使って説明していた。プロ入り後も江川と幾度となく対戦した岡田だったが、全く歯が立たず、高めのボールに三振した際にコーチから高めを振るなと言われたそう。しかし岡田は、高めちゃうと思ってこっちは振ってるねんと切れた口調で言い返したらしい。苦手投手がいないと語る岡田は、当時広島のエースとして君臨していた北別府学が大得意だそう。他の阪神選手は苦戦していたが、岡田は低めのシュートだけ狙っていた、あれうちに入ってくるから好きやったわ、なんぼでも打てる気がしてたとニッコニコで語っていた。レギュラーを獲得した岡田は1年目からオールスターに選出され、代打ホームランを放つ活躍を見せた。パ・リーグの投手で一番驚いたのはマサカリ投法の村田兆治で、岡田はフォークがすごすぎて思わず俺屈伸して帰ってきたもん、あれはびっくりしたなと歯が立たなかったそう。ルーキーイヤーとなった1980年は掛布の故障もあり、サードでの出場機会が最も多かった岡田、後半戦はブレイザー監督の呪縛から解放され新人王を獲得。新人王獲得について、俺を使ってたらええねんってこと、フロントの人にはマスコミ前でいらんこと言うなって釘刺されたけどと自慢げに語っている。
2年目のキャンプでは掛布と岡田をサードのポジションで競わせたいという球団の意向により同部屋で1ヶ月過ごすことに。ちなみにホテルの番号の部屋は掛布の31と岡田の16を合わせた316号室だったそう。キャンプ前に日本で買った最高級ブランデーを飲み干した掛布と岡田はその空き瓶に安い酒を入れて先輩に手を出した。いたずらとも知らず先輩は、さすがやな、これはまろやかでほんまに高級感にあふれてるとわざわざお礼を言いに来たので2人で爆笑していたらしい。結局サードのポジションを確保したのは掛布で、岡田はセカンドにコンバートされた。現在もチームでヘッドコーチを務める平田勝男と共に猛練習が始まったが、平田は守備に不安があり息の合わないプレーをした時に岡田が蹴りを入れて気合を注入していたそう。札幌での試合で平田が4つのエラーを喫した際、抑え投手としてマウンドに上がっていた山本和幸が無事で満塁のピンチの場面で山本は平田に向かうと、お前のとこ絶対打たすからなと示した。このエピソードを岡田は、もう俺マウンドで笑いこらえるのが必死やったと畜生スマイルで語った。岡田は広島市民球場のカチカチのグラウンドで右大腿二頭筋を断裂する大怪我を負ったことがあるそう。あまりにグラウンドを硬く仕上げる市民球場に岡田は、スパイクの剣が入っていかへんも怪我してから余計足硬くなったわとぼやいていた。2年目以降の岡田はセカンドを中心に外野ファーストなど複数のポジションを経験。ポジションが安定しないと打撃に最も影響が出ると語っており、守備のことでビクビクしていると打席に入っても集中できない、だから俺は主力には固定したポジションでゲームに出てほしいと発言している。そして1985年に吉田芳雄が阪神の監督に就任。岡田はセカンドで起用し続けると明言され、打撃に集中することができたらしい。この年はシーズン開幕前に真由美とバースが春先から打てば優勝するかもと予想していたそう。85年に生まれた伝説のバックスクリーン3連発について岡田は、前の2人がストレートを打ってたから絶対スライダーやと思って初球から思い切りいったと、連続被弾で意気消沈している牧原の変化球を狙い打っていた。岡田は3連発のエピソードを披露する際必ず、俺の後の佐野さんの結果知ってるかと聞くらしい。相手が分からないと言うと嬉しそうに、佐野さんベンチから4連発いけて煽られて、力みまくってショートゴロやと最高の笑顔で語ったそう。優勝が現実味を帯びてきた夏の試合で天敵の笑顔を打ちあぐねていた阪神打線。吉田監督は掛布から始まる回の攻撃で岡田に、岡出たらバントだと指示を出した。その後掛布が出塁したが、岡田はバント嫌やったからわざと失敗してホームラン打ったんですと指示を無視してホームラン打ったらしい。85年はバース、掛布と強力クリーンナップを形成し、岡田は球団初の日本一に貢献。しかし球団のフロントや選手が浮かれすぎているオフを見て、これはまた20年くらいあかんかもなと記者につぶやいていた。優勝以降次々に主力選手が引退や移籍をしていき、チーム力は徐々に衰退。92年に亀新フィーバーで2位に入った年も、岡田は外国人ばかり優遇し、自身の起用法が2点3点する首脳陣に対して、それやったらあんたパチョレックとやったらええやんとぶち切れていた。92年には7番に降格した上にチャンスで神山勤を代打に送られた岡田、当時のことを岡田は、あれはもう屈辱やった、全然何も知らんかったからはっきり言うて、開幕の時は神山って誰やと思っとったもんと振り返った。岡田は92年以降たびたび首脳陣と揉め事を起こし、追われるように94年にオリックスへと移籍。入団会見ではこれからも阪神ファンであり続けると涙を流しながら語った。ちなみにその直後、完全なでっち上げの不倫スキャンダルに巻き込まれ引退の危機にさらされたそう。オリックスでは目立った成績が残せず、96年の阪神対オリックスのオープン戦が引退試合となった。岡田は試合終了後に阪神オリックス両選手から胴上げされてグラウンドを去り、直後にある意味伝説となるうどんだしのどんでんの CM に出演している。岡田は99年から阪神の2軍監督を務めており、1軍監督の野村克也とゾリが合わない今岡誠が1軍に戻りたくないとしぶると、ほんなら足捻挫したら言うとけと口裏を合わせたことがあったそう。2003年に1軍守備走塁コーチに愛知転換となった岡田は、監督に就任した星野仙一から、僕は守備と打撃頼むぞと言われ、どっちもやるんかいと心の中でつぶやいていたらしい。2004年に優勝チームを引き継ぐ形で1軍監督に就任した岡田、最初の仕事は藤川球児のトレードを潰すことだったそう。当時先発で目の出ていなかった藤川はヤクルトと広島からトレードを打診されており、球団関係者は手続きを始めようとしていた。しかし2軍時代から藤川の能力の高さに気づいていた岡田は、絶対に飽きませんよと言ってトレードを引き止めたらしい。2005年には藤川を中継ぎに配置すると、同じく中継ぎのジェフ・ウィリアムズ、抑えの久保田智之とともに JFK と言われる起用を開始。岡田は藤川を7回に起用した理由について、そんなんあれやねんから当然やんと説明した。この頃から主語と述語をぶっ飛ばすどんでん語をよく使うようになっており、主力選手であった赤星則博は、今日お前あれなと言われ困惑。コーチに岡田の意図を尋ねると、疲労が溜まっているように見えるのでスタメンではなく後半からの出場を予定しているとのことだった。岡田チルドレンと呼ばれる関本健太郎もどんでん語の理解に苦しんでいた。マスコミから、監督のアドバイスは理解できませんと聞かれた関本は、内心わかるわけないと思いつつ物事を極力シンプルに伝えてくれる方と答えたらしい。2005年に熾烈な優勝争いを繰り広げていた中日との試合で、阪神に不利な判定が連続して起きた。あまりに中日有利な判定が行われる試合に、岡田は試合途中選手全員をベンチに引き上げさせた。
選手を引き上げさせた岡田はもう切りまくってたから一旦落ち着こうと思って裏にタバコ吸いに行ってた。もうどうにでもなれって思って、でも社長とかもう真っ青な顔してたなと一服していたことを明かした。選手を戻さないと没収事案になると社長に言われた岡田はそれでもいいと単価を切った。しかしチケットの払い戻しなので3億円の費用がかかると聞き、それやったらやらなしゃあないなと選手をグラウンドに戻したそう。試合再開後にピンチを迎えた久保田に対して岡田はもう打たれろ、打たれてもお前は悪ないからな、俺が責任持つからもうむちゃむちゃほったれとマウンドで叱咤激励した。2005年のセリーグを制覇して日本シリーズに進出した阪神はロッテ相手に4連敗、いわゆる33対4のシリーズについて岡田は言い訳になるからいろいろ言いたくないと語り、窮地の中である中西清興との対談でも絶対言いたないと拒否した。大学の先輩でもある元オリックス宮田スカウトのお葬式に向かう際、道に迷った岡田はバス停に座る人に道を尋ねようとすんませんと窓を開けたが、そこにいたのはイノシシの親子だったらしい。犬派猫派の話になった時に岡田は絶対犬ですね、昔飼ってたし僕は犬派ですねと犬派推しであることを熱く語った。というわけで今回はどんでんこと岡田監督の面白いエピソードを紹介してきました。男気あふれるエピソードで魅了してくれた岡田監督の今後の活躍に期待ですね。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードをたくさん伝えていきますので、これからもよろしくお願いします。それではまた。